はい、いつもありがとうございます。今回の高額買取品は樽と丸太の杭になります。こちらがですね、両方木系の DIY になりますので、まあ、あんま値段は期待できませんが、検証していきたいと思います。はい、それではですね、本日の高額買取品を確認したいと思います。今日の高額買取品は樽と丸太の杭です。こちらがね、2倍になるということですね。では早速、調べていきたいと思います。そしたらまず、樽が、はい、樽の材料ですね、木材と鉄鉱石がいりますね。で、もう一個が丸太の杭でしたね。あ、丸太の杭は家具のところにありましたね。木材がですね、早速丸太の杭を作りたいと思います。丸太の杭でいきました。で、次が、もう一個ですね、さっきの樽ですね。まあ、多分ね、両方木で作るからあんまりやとは思うんですけど、はい、そしたら樽を作りたいと思います。はい、樽ができました。で、そしたらですね、一体いくらなるか確認したいと思います。はい、今回の高額買取品、そしたらですね、まずどっちからいこうかな。樽から、そしたらいきますね。まあ、木材とね、鉄鉱石やから4200、まあまあですかね。まあ2100ですね、普段は。で、もう一個ですね、丸太の杭。まあ丸太の杭はね、木だけで作ってるから多分ね、安そうな感じはするんですが、丸太の杭ですね。で、こちらが720、やっぱり普段360ってことですもんね。木材3つ、まあしゃあないですね。木系はやっぱり安いですね。丸太系で言えばね、丸太のベンチとかね、ああいう大きいのがちょっと高そうな気はするけど、ちなみにね、木材1個がいくらかっていうのをちょっと調べたいと思いますね。木材のね、ちょっと1個の値段を調べたいと思います。木材60ベルで、これが3つやから、まあ、180ベルで考えると、丸太の杭が通常360円なんで、まあ倍にはなってるっていうことですね。はい、今日も終わります。